皆さんこんにちは。なるほど店です。今日はこちらのゲームですね、前者のゲームで遊んでいきたいと思います。タッチすると攻撃、攻撃するためには呼吸が必要で、呼吸は自動充填されますと、連続で攻撃するとコンボを積むことができますと、大切な人を鬼たちからお守りくださいと、韓国語で書かれてるけど、なんですかね、助けてくださいですかね。タッチするとその経路で突進して敵を攻撃するっていうのはさっきのあれですよね。では始めましょう。そう、善逸さんの鬼ディフェンスというゲームですね。パチパチパチと。始め方がわかんない。これでいいんですね。なんて言いますかね、境界の邸宅ですかね。滅って書いてますけど、ノーマルでいきましょうか。どうやって選ぶんですか。滅を触ればいいんですね。おお、キャラクターが。善逸さん、炭治郎くん、猪之助ちゃん、義勇さん、忍ちゃん、禰豆子ちゃん、かなおさんですね。ではやっぱ善逸さんでいきますか。ちっちゃい。あー、なるほど。右触ったら右行くんですね。あ、そういうことですか。ちょっと斜めにも飛んでいけるんですね。おお、硬い。お、倒せましたよ。ん？これどう？あ、なるほど。ハートが1個しか残ってないですけど。おお、なるほどですね。5コンボ、6コンボ、8コンボ、来ましたね。おお、危ない。要は、あの子まで来られないようにすればいいんですね。これ、ハートどうやったら減ったんですかね。来てる、来てる、来てる。よし。なるほど。あー！やられちゃった。倒したら34匹、急所攻撃回数15回、最大コンボ回数8回。さあ、いいですね。7725と、いいんですかね。わかんないですけど。さあ、それではですね、今回の動画、以上とさせていただきます。次回は炭治郎くんで、ちょっとチャレンジしてみたいと思います。点数伸びるようにですね、頑張りたいと思います。では、ご視聴ですね、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。 Thank you.